いやみんな元気かいなんです、どうも。今日ね、あのー、このセッティングを見てもらえると、映ってるね、このセッティングを見てもらえるとわかると思うんだけど、えー、とマイクロフォーサー好きとフルサイズ機きで、ウェールフルサイズ機きね、センサーのサイズが違うと、ボケの量って違うじゃないですか。僕の中では、今ね、事前にあのテストをして、撮影はしたんだけど、比較はしていない状態でおりましてですね。で 僕の事前の予想では2段分ぐらい違いそうな感じがするのね。例えば、えー、どこだね、フルサイズの方で F1.4 で撮ったら、マイクロフォーサー好きでは同じ画角で、例えば 85mm、まあフルサイズで 85mm、こっちで 42.5mm で比較した時に、フルサイズ F1.4 だったら、こっちだと F2.8 ぐらいえー、どっち逆えー、こっちが、こっちが F1.4 だったら、フルサイズの方が F1.4。 F2.8 で同じぐらいになるんじゃないかなーっていう感じがしてたのでそれを今日ね、あのー、ちょうど時間があったんで比較してみるとどうなんだろうっていうのをやっておりましてですね、まあ、撮影はすでに終わってるここにセットしてどうやってやったかっていうとここにこっち側にピントを合わせてで前ボケは今日気にしてませんでレンズによって前ボケや後ボケどっちが強いっていうのはあるんだけどもそこもいいとりあえず細かいことはいいからとにかくここ同じところに同じ位置にカメラを置いて をね、三脚でセットして同じ位置にカメラを置いてピントを合わせてで一番奥のやつがどれぐらいボケるのかボケないのかっていうのをザクッと単純に比較しているんで、えー、それを見てもらおうと思ってますこのあとねロローゲン像編というかあのライトルームでキャプチャーしながら実際に比較して見ていきましょうさあそれじゃあ本当に今ね撮ってきただけの状態音荒れてる大丈夫かなあ、テスです 今、音声はね、あの、ポッドトラック P4 っていう、ズームのやつをオーディオインターフェースにして、パソコンに一緒に取り込んでおりまして、えー、口からマイク抜けるよりは、本当はもうちょっと近い方がいいんだけど、15センチ、20センチぐらいかな、そんな感じで撮っておりまして、えー、写真には関係ないね。さあ、行ってみよう。でですね、これ撮ってきた写真を、今この編集しましたマークがついてるんだけど、何をしたかっていうと、ホワイトバランスだけ合わせたのね。なんとなく目測で、 完全オリジナルだとこの状態なんだけど、ちょっと暖かくていいね、これね。とりあえず、背景を基準に、白に見えるようにしてみようで、揃えて、それをコピー、ペースト、全部の画像にしましたと。っていう感じですね。まあ、もともとセンサーの、あの、んでしょうね、センサー自体が違うので、 完全に同じ色には絶対ならないですけど、もうこの時点で違うカメラは2台あの G99 と D810 と混ぜてるので、この時点でね、色が違うっていうのがわかりますけど、その辺は度外視していきましょう。もうちょっと合わせちゃってもいいけどね。で、露出もヒストグラム、ヒストグラムを見ながら撮ったんだけど、まあそんなガチガチにヒストグラムって露出がバッチリ合うものでもないし、あ、これだいぶアンダーに見えてるん、ね、だ。やっぱね、これ G99 の背面液晶で見てるときは、これは、 大丈夫かっていうぐらい明るく見えるんですよ。だからだいぶあれモニターが明るいんだね。なので、えー、そのあたりも考慮しつつ、まあ、ね、3分の1ぐらい上げとくか。こんなもんだね。えー、で、セットして、あともう一個あれだね。もう一個マゼンタ側にしておこう。まあ、完全に一致はしないんだけど。えー、ライトルームの機能、円マークを押すとここにメタデータとかで。 写真を分類するのが出てきて、中に出ているのが、カメラモデルは G99 と D810 があります。G99 に全部割り当てをしよう。今ね、3分の1の持ち上げたやつね。と、緑側にちょっと振ったやつ。で、これ露出違うやつだからなしで。えーって感じかな。で、あとは色をつけよう。7にしようかな。 黄色、G99 のイメージは黄色かって言われると別に黄色じゃないけど、まあ黄色にしよう。で、D810 はなんとなく緑っぽいので8だっけという風うにマークをつけて、また全てのカメラ見せてねーにするとこうなる。これね、えー、混在はしているんだけど、ね、全ての撮影データを一度に返し、しかも、何、えー、しょうね、同じ、 同じフォルダーに入ってるんで混在してるんだけど、まあ、一度に見られる。で、まあ軽く分析していくと、これフルサイズで、D810 フルサイズで、絞り、ここ見てね、えー、絞り解放なんですよ、F1.4 なんですよ。むちゃくちゃボケるよね。で、今回撮影条件として、どう、どうとでもできたんだけど、とりあえず、えっ、ー、とね、AFS85mmF1.4G っていうレンズ、E マウント、違う違うぇいいじゃない、F マウントのレンズを使ってまして、 でそれね最短距離が中望遠らしく、そんなめちゃくちゃ近くまで寄れないんですよ。でそれがあるので、そっちの方のレンズ、85mmF1.4 の方にの最短距離に合わせて、えー、カメラの位置を決めて、今、多分ね、誤差 5mm 以下だと思う。本当に最短距離だと思うね。本当にピンときてんのかな。でボディは D810 ですね。一応きてるね。甘い、フォアンとしてるけど、一応きてる。で、これだけのボケ具合なんですけど、これを、 ここになぜかポコッと1枚飛び地みたいにあるのが気になる。まああれだね、EXIF は狂っているので、ちょっと待って、じゃあさ、えっ、ー、と、これ全部一度、クイックコレクションに追加して、フラグなしにして、カメラモデル、これ変なことした、フラグなしの写真だけ出てくれればいいんだけど、どうしたんださっきのあれはフラグ扱いになる。 ミーティングなし。まあいいや。で、クイックコレクションに持ってくるとね、カメラモデルごとに並べ替えとか多分できると思うんだよね。ファイル名ファイル名でいいか。うん、これできれいに並んだね。そうか、あの、色をつけるのもフラグ扱いになっちゃうわけか。ちょっと待って、色どうしようかな。 何かめんどくさいからフィルター押でいいやこいつが邪魔なだけであれ消えた痛い痛いこれ本当にいらないから削除でで見てみると 85mmF1.4 これも F1.6 だもんね 85mmF1.4 フルサイズ 85mmF1.4 といいよこれ今右側に来ているのが こっ,ちね、こっちに来ているのがマイクロフォーサーズで絞り開放 F1.2 フルサイズの絞り開放とマイクロフォーサーズの絞り開放とって比べた時に全然マイクロフォーサーズの方が奥見えるよね奥見える奥の方がはっきり見えるつまりボケが少ないここのさ境界線もまあまあ見えてるもんねここほとんど見えてない境界線が分かんないぐらいボケてる でどっちが好みかっていうのはそのどういう撮影をするかどういうシチュエーションで撮るかによって皆さんが好みで決めればいいんだけど僕の中では、まあ、こ,ここまでのボケって言いることまずないんですよまあボケてくれれば楽なことはたく確かなんだけどよりボケるレンズってよりレンズもボディもでかいわけでセンサーがでかいっていうことは大体ボディもでかいからねでそれと比較するのにちょうどいい、えー、何でしょうねちょうどいいボディちょうどいいセットって何だろうな 自分が欲しいボケに対してねって考えていくのがまあ情動だと思うんでこれからじゃあとりあえずマイクロフォーサーズでこれ以上僕が手持ちの機材の中ではマイクロフォーサーズでこれ以上ぼかすことは今できないんですよ。できないのでじゃあフルサイズでえこっちの絞り開放と近いボケの値を探していくと絞り値を探していくとどれぐらいになるかなっていうやつだね。 これね、あの、見てもらうとわかると思うんだけど、ここに絞り値が出てるのね。今、左側の画像だけ入れ替えてるんだけど、あの、三分の一段ずつ丁寧に撮っています <laughs>。かなり細かくいける。ね、じわ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 奥の黒いやつが見えてきてるでしょ。で、事前の予,報では予想ではね、F1、F2 段分ぐらい違うんじゃないかなって思ってたんだけど、これね、 本当に2段分ぐらい違う感じだねここの黒いやつの面積面積で見てみるとうーんこっちが微妙にアンダーっていうのもあるんだけどこれね明るければ明るいほどこれ消えていくわけだからそれで比べるとこれもうちょっと明るくしちゃった方がいいかで見てみよう逆逆これじゃないこれじゃない ええと、こっちの方、こっちの方。もうちょっと明るくしちゃわないと。めちゃくちゃアンダーなんだな、あの、液晶あ全然アンダーだね、こうやって見ると。これで約ヒストグラム的にも、まあまあ揃った感じね。意外なことに G99 の方がロード見るとコントラスト低いんだな。もうさすがにやりすぎたなちょっと。まあ、なんか。 で、もう一度比較してみてみると、ええー、あ、これ入れ替えっちゃった。左右入れ替えできたね。確かに画像入れ替え。で、左側がフルサイズ、右側がマイクロフォーサーズですって比べると、あ、同じぐらいになったね。隣の画像と比べると、この、おお、聞いた。ちょっと待って。フルサイズの方を F3.2 にしてみると、後ろがよりはっきり、こっちの黒いやつにしても、こ,こっちの境界線にしても、 これあの、板を壁について L 字型にセットして撮ってるんだね。だからただ、ただ,ただの角っこなんだけど。こう見るとね、F2.2 だとしっかりしすぎてるし、こっちと比べて。しすぎてるし、F2.8 じゃない。待ってどうい,た <laughs> いた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 。だし、F2.5 だとボケすぎだよね。微妙だけどちょっとボケすぎてる感じがするので。 あ,あ、まあ、F2.5 でもいいかな。もう F2.5 と F2.8 の間ぐらいだね。うん、そうだね。こっちだとちょっと濃すぎる気もするから。F2.5 と F2.8 の間ぐらい。だから、ま、ざっくりやっぱり2段分ぐらいの違いだなという感じがするね。じゃあ、同じように F、マイクロフォーサーズ機の方を、なんだろ、F4 とかで見るといいのかな ?F4 とかあるかな ?F4、ここか。 こっちを F4 にしてじゃあフルサイズ機の方は2段分絞っても似たようなことになるだろうっていうことなので F8F8 取ったはずで比べると多分似たようなボケ具合になるんじゃない多分これで F8 かあやっぱこれと F8 とそのもう一個下1個した F7.1 の間ぐらいの感じよねだねだねこれだと 目ん玉のボケ具合で見るとちょっとちょっとこっちの方がボケて大きくボケちゃってるからもうちょっと締まっててほしいんだけどこれ F8 にすると今度は古才の方が締まりすぎてる感じがするあでもかなり近いねこれあやっぱちょっと締まりすぎてるねっていう感じがするので F7.1 と F8 の間ぐらいっていう感じですねああ比較がずれちゃった。 っていう感じです。やっぱね、事前の予,想予報、予予報予想通り、二段分ぐらい違いますね。あの一段、二段が何かっていうのが気になる人はですね、えー、絞りのえ一段分ってあの f 一からスタートして、F1、f 二二点八四五点六八十一十三十六だけ。二 <laughs> つずつ倍になってくんだけど。っていう並びを、まあ、それ丸暗記だね、別にね。昔のレンズほど、あの絞りの指標がレンズにそのまま書いてあるんで覚えやすかったですけど。 その並びで2つを大きなメモリー2つ分デジタルのカメラでいうカチカチカチって絞りを変えるの3つ分だね。だけ違うらしいなでこれざっくりの実験だからちょっと条件によってレンズによって変わってくるのは間違いないんだけどっていう感じでおりました。ただですね、ぼかすことだけを目的にした場合はただただぼかしたいっていう場合はピント距離の影響もあるじゃないですか。で、これは 今回の条件は、フルサイズ機の特定のレンズ 85mmF1.4G っていうレンズの最短撮影距離で、ここささ、撮影、なんていうの、撮影環境というか撮影距離を決めちゃったので、ここ、この距離になったんですね。でも、マイクロフォーサーズのというか、えー、パナライカの 42.5mm、マイクロフォーサーズなので、えーっと、焦点距離が倍になるってやつね、になるってやつだと、めっちゃ寄れるんですよ。<laughs> すごい結構ね、笑いが出るぐらい寄れたんですよ、さっき言って。 でちょいちょい使ってて倍率ちょっと忘れちゃったんだけどのかなりマクロレンズハーフマクロに近くないっていうぐらいいつも寄れるんですねいろんなとこで植物とか撮っててもそれがあるので寄ることができる,できる被写体とかまあ被写体だったりその絵面求めてる絵面にも寄りますよねで寄ってもいいようなもの寄ってもいいような環境寄ってもいいようなえー、っとこれから撮ろうとしているカットイメージ図であれば寄っちゃえばボケるんですよ結構ね あのマクロレンズは夜からボケすぎちゃって困ることがあるぐらいなんでそうやって見るとこのこれも F1.8 あ1段絞ったのかこっちがドカイロだね F1.2 のこれで、ね、まだ最短じゃないの一番寄り切ってこれ以上寄れませんってレンズが言うところまでいってないんですよもうちょっと余裕があるんですよあと 1cm2cm あるんでこれと一番最初の フルサイズ機でのボケを、左側フルサイズね。左側フルサイズ、右側マイクロフォーサーズって比べてみると、なんかこう奥の方の赤いやつのボケ方とか、まあ似たようなもんですね。まあ、面白いもんですね。で、これは右側がマイクロフォーサーズ機って二段分ボケにくいにも関わらず、他の条件が全部一緒なら、一緒なら、二段分ボケにくいにも関わらず、右側の方、えっ、ー、と、フルサイズ機と比べても遜色のないボケ具合をしているのは、 寄れていいるからとうことですねちょっと周りっぽい説明になっちゃいましたけど、いつも通り。っていう感じなので、皆さんその辺をうまいこと組み合わせていくと、マイクロフォーサーズでも、特にもう 42.5mmF1.2 があると、だいぶ戦えるので、えー、ぜひそこのあたりも込みで使いこなしていっていただけるといいなと思うと同時に、今は思い出したけど、つなげる気なかったんだけど、そう、マイクロフォーサーズ機、パナライカレンズとのセットの話にはなるんだけど、マイクロフォーサーズ機での、えー、僕の使いこなしについて、微妙でそういうの動画作って、 販売してますんで気になる方はぜひローゲンドを中心ですね、えー、その辺を見ていただくといいんじゃないかなというふうに思っておりますのでマイクロフォーサーズライフも楽しんでいきましょうはい。